今回はタイのプーケットの観光案内をお届けします。解説はレディーススーツが担当させていただきます。いきなり夜からスタートしましたね。プーケットのパトンビーチです。タイの交通といえばトゥクトゥクですね。小さい車の荷台みたいな座席に座っていきます。窓なんてありませんね。でもタクシーより割高なんです。観光用だからなんでしょうね。ここは夜の繁華街がものすごいんですよね。バーやクラブが立ち並んで、お姉さんが棒につかまってダンスというか揺れてるだけな感じのお店とか、タイガーナイトクラブとかが有名です。こちらはおすすめのレストランのタイガーインレストランなんですが、虎がたくさん天井にいますよね。ものすごく楽しいんですけれども、お飲み物もたくさんありますし、食事のメニューもたくさんあります。で、高くないのですごくおすすめです。プーケットには屋台もたくさんあります。こういう海鮮のものとか、自分が好きなものを好きなように調理してもらうことができます。でも決して安くはないんですよね。だいたい料理は中華料理かタイ料理という感じです。で、ですね、ロブスターなんですけれども、これで結構2000円ぐらいしましたので、ちょっと高いですよね。このタイのビール、緑色の象のビールなんですが、チャンと言います。美味しいです。こちらがタイガーナイトクラブです。1階がバーになっていて、2階がダンスできるフロアです。そしてこちらがプーケットのお目玉、タイガーキングダムです。ここでは本物の虎と一緒に写真が撮れるんです。怖いですよね、本物の虎ですよ。でもやはり1回は撮ってみるのもいいんじゃないでしょうか。虎は大中小と値段が違います。今回は大と一緒に写真を撮ってみました。本当に怖かったです。檻に数匹ずつ虎が入れられているんですよね。そこに人間が入っていって写真を撮るわけです。頭と前足は絶対触ってはいけないそうです。でも尻尾とか後ろ足は触っていいですし、添い寝をするのも OK です。自分のスマホやデジカメで好きなだけ写真や動画を撮影することができますよ。フラッシュは禁止です。そして大声を出したりするのも禁止です。自分の身を守るために絶対に守らなくちゃいけませんよね。虎の毛ってふわふわじゃなくて硬いんです。そしてやはり近くで見るとものすごく大きいです。今考えても本当に怖くなるくらい本当に怖いですよ。さて、タイでやりたいことの一つ、それはゾウに乗ることではないでしょうか。プーケットでもゾウに乗ることができますよ。2人まで一緒に乗ることができます。ゾウ使いは鋭い金属のフックでゾウを操るので、ゾウの耳はボロボロに穴が開いていてかわいそうでした。人間のためにこんな目に遭うゾウはかわいそうですよね。胸が痛いです。写真を撮るときにはゾウはポーズを取ってくれます。とっても頭がいいんですよね。初めてゾウに乗ってみたんですが、とても高さが高いのでやっぱり怖かったですね。そしてここは平坦なところではなかったので、坂道とかでずり落ちそうになって、それがとっても怖かったです。でもやっぱりこんな経験は日本ではできないので、やはりタイに行ったら1回はゾウに乗ってみたいですよね。さて、プーケットにも大仏があるんです。その名もビッグブッダ。高さは45メートル、幅は25メートル。東大寺の大仏の高さが15メートルですので、その3倍の高さなんですね。白い姿が実に神々しいです。階段の手すりは竜の鱗になっています。トゲトゲがあるので、ちょっと手すりの役割は果たしていませんね。タイはとにかく暑いので、階段を登るのも一苦労です。でもちょっと頑張って登っていきたいと思います。はい、到着しましたと思いましたが、まだ階段ありましたね。で、ここにも小さい寝ている仏像がありました。バンコクにある有名なワットポーのミニバンでしょうかね。こんな金の寝ている仏像です。白い大きなビッグブッダの隣には金色の大仏もありました。こちらはプーケット最大の寺院、チャロン寺院です。1837年に建てられたと言われています。タイのお寺に入るときにはまず靴を脱ぐ必要があります。それと肌を露出する服装は良くないので、
タンクトップやミニスカート短パンの場合には何か着なくてはなりません。中に入ると金色の仏像がたくさんありますね。あ、また寝ている仏像さんもいますね。黄金とカラフルな色彩なので、とても綺麗でゴージャスですよね。こういうところは日本のお寺とは全然違うところです。2階に上がる階段です。また手すりが竜になっていますね。全く手すりの役割は果たしていませんね。そして壁には綺麗な絵がたくさん描かれています。2階に上がってきましたが、やはり金色の仏像とカラフルな装飾ですね。とても綺麗な空間です。写真撮影が可能なので、とてもインスタ映えする写真が撮れそうです。あ、でもくれぐれもここは寺院ですので、静かに、そして敬意の心を持ってきちんとしたいですね。そしておすすめのホテルを紹介しておきます。こちらはプーケットグレースランドリゾート&スパです。プーケットの中で一番にぎやかなのがパトンビーチとなります。でもパトンビーチのホテルでは、海に近いホテルが結構少ないんですよね。結構斜面に立っているところが多くて、海に出るのも街に出るのもちょっと大変っていうところが多いです。でもこのプーケットグレースランドリゾート&スパは、外に出ればすぐにレストランなどが立ち並ぶ通りに出られますし、繁華街まで歩いていくこともできます。そしてプールも大きくてたくさんありますし、きれいで、そこから海までは数歩で行けるんですね。だから海から上がったらプールを通って、そして部屋に行くということもできるんです。で、プールにはプールバーもついています。そしてですね、部屋もきれいですし、アメニティがとても豊富で、虫よけのクリームみたいなのも置いてあるんです。とても心遣いのできるホテルですね。とにかく立地が抜群なので、パトンビーチならこのグレースランドが一番おすすめです。